ごきげんよう、オリビーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画はボイセンベリーを勧める3つの理由、こちらをお伝えします。植え替えの実演もしてきます。最後まで見てね。その前に、オリピーのボイセンベリー、たくないですか？こちらです。これね、もう目ここら辺からね、芽が出てきてます。あとね、もう一つありますよ。じゃじゃーん、これです。このボイセンベリー、ニョキニョキニョキ。おお、すごい長い。こっちもですよ。おお、長い。つる性の植物です。実はね、これ取ってくるときにちょっとね、ちぎっちゃいました。そのちぎれた枝がこちらです。はい、2メーターぐらいありました。ボイセンベリーをおすすめする理由、1つ目、育てやすい。2つ目、実がなる。3つ目、花が可愛い。紅葉も綺麗。じゃあ一つ一つもう少し詳しく説明していきます。1つ目、育てやすい。ほんとね、ほったらかしでも育ちます。あと病害虫もほとんどつきませんので、すごいね、育てやすいです。増やしたりするのも簡単なので、ぜひやっていただくといいと思います。2つ目、実がなる。実もね、結構ね、すぐなります。もう今年買ったらすぐなりますので、すごいおすすめです。実は最初ね、赤いんですけど、熟すとちょっとね、紫というか黒っぽい感じになります。黒っぽくなると熟してるんですけど、すごい甘いかっていうと、甘いっていう感じにはならないです。甘酸っぱい感じですね。なのでジャムとかそういったのにしてもらうといいかなと思います。3つ目、花が綺麗。これちっちゃい白いね、花が咲くんですけど、ちょっとね、写真撮るの忘れました。皆さんちょっとググってください。ボイセンベリー花、これね、ほんと可愛いので、ぜひ育てていただくといいです。あと秋になると紅葉もします。葉っぱがね、赤くなります。これはね、オリピー画像を撮りましたので、写真撮りましたので、ここにね、今貼っときます。どうですか？綺麗です。じゃあそれでは植え替えやってきますよ。元気に行ってみましょう。じゃあね、どれにね、植え替えるかっていうと、これ、実は、はい、スリット鉢。これをね、この鉢にちょっと植え替えしてきます。じゃあまずは土作りです。まずは花と野菜の培養土入れます。じゃあ次は赤玉土です。それではね、よく混ぜます。
このね白い鉢ちょっと可愛かったので買ってきました。ねえちょっと丸っこくて、そうボーイセンベリーをこうつる性なのでねこう育てて実がなったらちょっと可愛いなと思って、そんなイメージでこの鉢買ってきました。本当ねなるのがね実がなるのが楽しみです。ポットからボイセンベリーをね抜きます。ちょっとこう揉んでもらうと簡単に抜けます。あ、結構ね意外に根が張ってますね。こちらに鉢底石入れます。この鉢底石ねこう防犯用の鉢底石です。鉢底石っていうかのジャリジャリジャリっていうとそういう音がするやつです。踏むとジャリ踏むとジャリみたいな防犯用の石使ってます。すごい軽いんですねこれ、すごくおすすめです。これもじゃあここに土を入れていきます。一度合わせます、うん、あ、もうこれぐらいでいいですね。少しね土をねほぐします。ちょうどね鉢のね真ん中ぐらいにボイセンベリーが来るように植え付けてください。ウォータースペースがね1センチぐらいできるように、じゃあこれで土を入れましたので、このねボイセンベリーあのつる性なのでさっきも見てもらったようにすごくねつるが長くなります。なので今回はねこれあんどん仕立てしたいと思います。俺ピーマン買ってきましたよ。じゃじゃーん、セリア園芸リングシチュー110円、これね使いたいと思います。これをちょっと刺します。こうかな、よし
のね、石がね当たってちょっと安定しないですね。はい、こんな、こんな感じですかね。よいしょ、じゃじゃーん、これで完成です。なのでこれが伸びてきたらこんな感じでちょっとね巻いていきたいと思います。もうちょっとね土が締まってくると多分これもうちょっと安定してくると思います。じゃあね剪定します。この伸びた枝のここだけカット。そうするとここら辺からこの今ねもう新芽が出てきてるのでこれが新しく出てきます。あとねこっち手前これですね、これはもう枯れてるので根元からカットです。切りました。じゃあこれを伸びてきたらこれ誘引します。じゃあこれはまず完成です。じゃあねもう一つのねこれも植え替えしてきます。すごい伸びてますよ、つるが。こっちはね、このスリット鉢、これがね、だいたい8号ですね。8号のスリット鉢に植え替えします。この不織布鉢の中で植え替えしていきます。もうちょっと土入れちゃいます。この不織布鉢からちょっとスリット鉢にね植え替えします。まずこれちょっと棒を取ります。結構ね根が詰まってますねこれ。全然取れませんのでちょっと根をね切ります。作戦変更。おお、バリバリいってますね。バリバリ。はい、やっと取りました。じゃあもうちょっとね土入れていきます。
ちはこれぐらいでいいですね。ポイセンベリーを鉢の真ん中に入れて植え付けていきます。スリット鉢に植えた方は支柱を立てて、あとねこれねフェンスに、オリピの地にフェンスがあるのでそこに巻きつけてきます。ここだけねちょっと支柱に固定して、あとはフェンスに誘引してきます。ちょっと面白いの見つけてきましたよ。これ見てください、わかります？下にね根がついてるんですけど、これ見てください、根の方向に向かって芽が出てます。わかります？ここですよ。なのにここ根があります。笑えないですか。これ育てたらどうなるんでしょうね。これもボイセンベリーなんですけど、そうつる性なのでね、ぐーっとこう伸びて、伸びた先が土のにね、こう土にこうついてたんですね。でそこからまたこう根がこう出てきちゃったっていう感じです。これもちょっと育てようと思います。これもね剪定します。先をね切ってしまいます。あとこっちの方も、まあこれちょっともったいないですけど、まあこの下のところで剪定してあげます。はい、剪定完成。白色の鉢に植え付けた方は、これもあんどん仕立てでちょっと育てたいと思います。今年はね多分実がならないと思いますので、ちょっと葉っぱだけねこう誘引してこう育てていきたいと思います。水やりです。たっぷり水あげてください。今回の動画いかがでしたか？ボイセンベリーをおすすめする3つの理由、
ぜひおすすめします。皆さんも育ててください。よかったかなと思う方、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあ、オリピーでした。